取ってかんないんで、ママ。こんにちは、フラットチャンネルパパです。ということで今回は野々市にあるしゃぶしゃぶ串カツ食べ放題の大地の豚です。場所はですね、野々市の阿波田の方になりますね。交差点のね、これ蔦屋とかあと八幡ラーメンとかあるところですね。そこら辺にあります、野々市の阿波田です。大地の豚、今回はね、食べ放題のランチです。中入りますが、はい、ランチファンが使えるお店っていうことで、今回もランチファンで食べ放題、お邪魔します。入ってすぐ右がキッズスペースということで、小さなお子さんがここでくつろげるようなコーナーがありますね。そしてですね、こちらはね、会計お支払いが先なんですよ。入店してコースを選んでお金を先に払うんですが、今回はランチファンですので、ランチファンでお支払いしました。1人1000円食べ放題、母上今日はヒョウ柄。ランチファン、こちらを利用します。今回はですね、大地の豚しゃぶしゃぶランチ、1500円が1000円になりますね。こちらはですね、お肉アンデス高原豚ロース、豚カルビ、鶏しゃぶの3種類のお肉食べ放題と、野菜の食べ放題、デザートの食べ放題。通常ですね、お肉3種セットと野菜とデザート食べ放題なんですが、今回は右側の1500円コースが1000円、お肉3種類食べ放題です。そして出汁ですね、お出汁は2種類選べますよ。店内です。店内はね、広々としております。そしてこちらの食べ放題はお肉の方も自分で取りに行くシステムです。今回は先払いでした。ママさんと母上の2人で食べ放題ランチです。ここで全部取ってかんないげんて、ママ。お肉も出汁もここです。あ、本当、こっちからか。このスイーツも食べ放題ねよ。二段目からお肉取るんやって。ここから持ってって。ここ三つ持って。うん、三つ、うん、落とさんようにね、両手で。どれや、少量の方、チゲ鍋かすき焼きかパイタンか、どれがいい。普通の出汁にしとくか。ほな2つ持ってきてるね。これとなら、キムチ鍋でもいい、ママ、うん、あ、いいよ、キムチって辛いもんね。ほなすき焼きの方でも、すき焼きあれや、あ、キムチにする。ほんでお母さんこれで食べて。はい、ほな1回戻ってきましょう。はい、ではまずタレを入れます。で、私こっち側に、うん、でママ入れて、でこれこっち入れて、早かったね。そしてお肉ね、バラ肉、さあとりあえず3個ずつ持ってきました。美味しそうよ、美味しそうよ。で野菜も持ってきました。うん、まだぬくもってこんからね。先にサラダからいただきます。サーモンサラダです。うん、豚肉しゃぶしゃぶしましょう。豚肉やから、まあ、入れといてもいいよね。
肉やったらしゃぶしゃぶで食べるんだけど、豚肉は火通さないから。ママのも入れとくよ。うん、ポン酢だれとごましゃぶだれがあったわ。あのちっちゃい、あ、ここにお茶碗もあった。もっと手前、もっと手前。はい、ストップ。なんでこれにトッピングしてって、マシューマロ。はい、上手にできました。これがいけていこうかな。ここに行けばよかったね。ビスケット。みんなこれだ。そして生クリームつけて、こん。はい、スイーツでソフトクリームとプリンと杏仁豆腐を持ってきました。杏仁豆腐からやるね、甘みの順でいくと。おいしい。うん、おいしい。うん、おいしい、おいしい。クコの実かと思ったらイチゴでした。プリンに生クリームのせる。37分。1時間以上おるんや。1時間以上おるんやね。11時30分に入ってきた。ここ時間がせん。あとはこれをレジの横の箱に入れて終了です。はい、ということでですね、番号札をフロントに返して G エンドでございます。今回は野々市阿波田にあるしゃぶしゃぶの食べ放題大地の豚で1000円でランチ、平日なんですが非常にお得に1000円でお腹いっぱいになります。平日限定ですので、平日お時間ある方はぜひぜひ寄ってみてください。じゃあね。